皆さんこんばんは、水野優香です。今日は久しぶりにね、100均パトロール動画です。いつもリクエストをたくさんいただいてありがとうございます。今回はダイソーさんとキャランドゥさん、モノトーンの雑貨やインテリアアイテムだけをご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。ダイソーさんからご紹介します。残さず使えるポンプボトル、たっぷり入る 500ml です。こんな風にこう斜めになってるから無駄なくエコで使えるっていうこのポンプが気になってました。ちょっと分かりにくいと嫌だなと思ったので、白とクリアっぽいタイプの1個ずつにしてみました。これにさらにラベリングをしようと思ってます。ではトリートメントを詰め替えてみたいと思います。400g のトリートメントを入れて、これくらいの量になりました。手に出してみたいと思います。はい、とても出やすい感じがします。これでちょっと使ってみたいと思います。では次、なかなか売ってなかったやつ、キッチンバサミです。これ白とグレーがあるんですけど、私は白を発見しました。これがね、なんかキッチンバサミだけど、すごいおしゃれなシルエットで、ほんといろんな SNS で見てて、切れ味がとにかくいいって書いてあるので、もう確実にいいんだろうなと思って購入してきました。私の家に使ってるキッチンバサミが多分、独身の頃から使ってるから13年ぐらいは使ってるやつなので、そろそろ変えてみたいと思います。あ、ここの穴で栓抜きできるんですって。地味に嬉しい、ここ。キッチンにぶら下げて収納したいと思います。次、話題の商品、私も探したらちょっとだけ売ってました。ユーアーグラムのアイシャドウブラシ、6番と7番の A と B 買ってきました。ちょっと前に出てきたこのユーアーグラムっていうダイソーのメイクとこのメイクツールで、私アイシャドウブラシはやっぱいっぱいあった方が色移りがねしないので嬉しいなって思ってたので、これちょっと使ってみたいと思います。シンプルなね、黒と白いいですよね。こっちはねちょっとね硬い、これが逆に使いやすいのかちょっとわかんないんですけど、こっちはねちょっとこう平っぺったい感じのブラシで、すごく柔らかいです。この6番と7番で結構違う気がします。もう質感もこっちは硬くてこっちは柔らかくて、どうなんでしょうね。ちょっと使ってみたいと思います。おはようございます。今朝このダイソーのユーアーグラムのブラシ2つ使ってみました。こっちの平たい方、こっちはすごいやっぱ柔らかくて、上まぶたの広い部分に塗るときにすごく使いやすかったです。でこっちのちっちゃい方はやっぱりここの腰が強いというか、こんな風に先端も尖ってて硬いので、ライン上にシャドウをこう引きたい時にとっても使えそうです。あとこことかねに良かったです。どちらもとっても使えるんですけど、私はこっちがすごい気に入ったかな。こっちの方がすごく使いやすかったです。以上レポートでした。では次、前段シリーズの箸置き、家族用とかお客様用に5つ買ってきました。結構大きいので、お箸だけじゃなくってフォークとナイフ置くとかもできそうですし、このね和でも洋でもいけそうなこの白い陶器の感じ、すごく可愛くてお気に入りです。箸置き使ってみました。これはニトリで買った滑らないトレーとお皿です。今日はこれをお昼に食べようと思ってます。では次、シンプルシャープペン、これもね SNS で見てたんですけど、あんまり売ってないんですよ。やっぱりこのシンプルなディティールもね、シンプル好きにはたまらないこの見た目、しかも持った感じもすごく軽くてとても書きやすそうです。私ねラフ書いたりとか、タスクをもうザーってメモに書いて消していくので、もうこういうシャーペンとかペンってすごく重要なので、持ち運ぶにはねこのシンプルなデザインいいですね。とっても可愛いです。気に入りました。次はキャンドゥさん、じゃじゃん、クリアケースモノトーンです。サイズが 120mm
×230mm でポリ塩化ビニールとファスナーのやつです。ほんとこの後ろがこのギザギザ模様のボーダーで、ここがねクリアなんです。なのでさっき買ったねこういうダイソーのペンを入れてもいいし、こういうねブラシを入れるケースとしてもビニールだからいいですよね。パスポートとかチケットとか領収書が入るっていうので売ってました。これいいなって思ったのが、ここまでのファスナーってあるんですけど、ここまで開くから中身が取り出しやすいなって思ったんですよね。そこが一番いいなって思ったのと、かなりファスナーがすごいスムーズに開け閉めできるので、100円とは思えないちゃんとしたクオリティだなと思いました。ではこのキャンドゥのクリアケースにいろいろ詰めていってみたいと思います。まずはセリアさんの割り箸、これを入れていきたいと思います。ちょっと袋が気持ち飛び出るんですけど、しまいながら入れると入ります。はい、ぴったり入りました。ここだけ開ければいいので取り出しやすくてとってもいいと思います。ではお次に使い方にも載ってたパスポート入れてみたいと思います。ちょっとチケットはないのでイメージですが、こんな感じになります。入国のね紙を書いたりするので、こうペンも入れたりもできるのもとってもいいと思います。中がクリアになってるので何が入ってるのか一目でわかるのもいいですね。では次に私が持ってるメイクブラシ全部入れてみたいと思います。はい、こんな感じになりました。私のメイクブラシは小さいサイズなので、長いサイズのブラシもきっと全部入りそうだなと思います。かなり余裕があるのでブラシたくさん持ってる方はいいと思います。で最後に、あ、これにも使いたいなと思ったもの、それがこちらです。可愛いシールだったりステッカーだったり、小さいカード、誕生日に送りたいミニメッセージカード、こういうのをよくセリアさんとかキャンドゥさんとかダイソーさんで買ってくるんですけど、チビリンが袋から出してしまってバラバラになってしまうんですね。なのでこれをここに入れるのもいいなと思いました。結構本当にいろんなものがこんな感じで入ります。こうやってまとまってると取り出しやすくていいですね。では次、水切りゴミ袋 S サイズです。この自立型の穴開きタイプの三角コーナー使い捨てタイプですね。普段3ポイントの大きいやつを使ってるんですけど、ちっちゃいやつだとね食後にフルーツ切った時とかそういう時に使いやすいんじゃないかなと思って購入してきました。S サイズはやっぱ小さい。朝食の時間とかはあんまりゴミ出ないのでこれくらいでいいかなと思います。穴も結構がっつり開いてるので水切りも良さそうかな。やっぱ100均なので3コインズさんのやつよりはちょっと柔らかい感じがする。ビニールが弱い。だから大きいサイズだとこれ倒れちゃうんじゃないかなって気がします。これだとね、小さいサイズだったらもう本当にちょっと捨てるぐらいからいいかなと思います。ちょっとニュースペーパー風の柄で可愛いと思います。では次、次はちょっとまとめて似たようなものを3つ紹介します。ペーパーボックスブック型とペーパーボックスのブラックリムの大小を買ってきました。プレゼントとかにもいいし、アクセサリーケースにもいいですし、インテリアのアクセントにいいなと思って3つ購入してきました。なんかねこんな風に載ってたりするととってもおしゃれじゃないですか。インスタの写真を撮りたいなって思った時にこういうアイテムがあるとすっごく便利だったりもするし、やっぱ仕事で撮影現場とか立ったりするのでこういう小物があるととっても便利なんですよ。なので今回はこれをね3つ購入してきました。中はこんな感じになってて収納もできるし、しっかりねマグネットで止まってます。こっちもねこういうタイプのボックス、アクセサリーとか時計とかもこの大きさだったら入っちゃうかな。ペーパーボックスなんですけどすごく高級感があって可愛いと思います。あとここの磁石がほんとしっかりしてるし、しっかり硬い。こういうねモノトーンのインテリア大好きな方はぜひぜひチェックしてみてください。ラスト、ストレージバスケット L です。
これね、開けるとすごい間違って大きいんですよ。雑誌とかを入れてもいいし、新聞を入れてもいいし、お洗濯物をコインランドリーやクリーニングに持ってく時にもいいし、お仕事とかでなんか荷物運びたい時とかも使ったりするので便利なので、今回投入してきました。私はね、これに紙袋とかがいっぱい溜まっちゃってて、これに入れたら少しは整理整頓できて綺麗なのかなって思いました。ただね、やっぱりここが柔らかいので、ここの底にぴったり合わせて画用紙を入れ込もうかなと思ってます。これ以上入らなかったらショッパーとか紙袋は捨てるっていうので、ちょっとやれたらいいかなと思っています。全部で17点購入してきました。今回もすごく実用的に使えるものなので、見てくれてる方の参考になったらとっても嬉しいです。じゃあ今日もね、すごい長々となってしまいましたけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。リクエストも待ってるよー。